はい、かっちゃんです。今日はバーンの総括をしたいと思います。全部で4錠飲んだかな。よくわからないまま飲んでるっていうのが、まあ、正直なところだったんですが、飲み終えて、そして1日経ってそのバーンの凄さを改めて知ったので、改めて総括をしたいと思います。まずね、すごいですよ。何がすごいかっていうとね、XM3 よりもよりダイエット特化型アプリじゃない、サプリって感じですね。で、なんていうかね、ガンガン燃焼するって感じ。そう。もしかしたら危険じゃねえかって、危険なのかなって思うぐらい、ガンガン燃焼する感じです。はい。満腹感っていうものはありませんが、もうね、喉がすごいカラカラに乾くぐらい、もう乾いて仕方ないぐらい、まあ、猛烈な、燃焼感を感じる感じです。でね、XM3 を飲んでる頃から、まあ、徐々に、顔が小さくなってきたのかなと思っているんですけども、それをさらに加速するような感じですね。バーンを飲むときはしっかり飲み方を考えながらやってみてた方がいいと思います。で、私自身は夜遅い時間飲んで、で翌日飲んでみたいな感じで、空腹感を特に検証したんですが、聞くところによると、運動しない、体をあんま動かさないような日は、朝 XM3 を飲んで、午後から午後ちょっと遅い時間にバーンを飲む、で、そういうのがいいみたいですね。うん、私は両方同時に飲んでないので、まあ、今後検証してみたいと思います。ガッチャンでした。